こんにちは、社会保険労務士の竹久です。今回は雇用保険料率の改定についてお話ししていこうと思います。2022年の4月からですね、雇用保険料の改定が行われます。今年2022年は非常に特殊でですね、4月に変わってもう一度10月に変わるという2段階に変わるという形になっています。よってですね、それぞれの月の保険料率がどのように変わっていくかっていうところと、じゃあ年度更新とか保険料の申告っていうのはどのようにすればいいのかっていうところについてもお話ししていこうと思います。はい、それではまずですね、4月から9月の保険料率がこちらになります。赤字のところが今回改定があるところなんですけれども、よく見ていただいたら分かる通り、一番左側のですね、労働者負担分っていうところに変わりはありません。よって給与計算の時に保険料率を変える必要っていうのはありません。ここは非常に助かりますね。じゃあ何が変わったのかっていうところなんですけれども、それが事業主負担のところです。例えば一般の事業であれば、今までは1000分の6だったんですけれども、それが 6.5 に変わっています。その 6.5 の内訳なんですけれども、失業等給付の保険料率が1/1000、そして今回改定される雇用保険2事業の保険料率っていうところが1/3.5に変わっています。この雇用保険2事業っていうのを何かと言いますと、これがいわゆるですね、助成金のための保険料になります。ここ 1,2 年ですね、雇用調整助成金で非常に支出がありましたので、そこを穴埋めする形として今回料率が改定されたのかなと思います。保険料率のことはまだあまり詳しくない方はですね、一般事業だけではなくて農林水産の事業だったりとか建設の事業っていうように、特定の一部の事業に関しては通常とは異なる保険料率が設定されています。この辺もですね、該当の会社さんは間違わないように注意しましょう。次がですね、10月から3月になります。それがこちらの表ですね。10月からは従業員負担額、労働者負担額も増えているということになります。1/1000から1/5と結構上がり幅が大きいですね。そしてですね、事業主負担額も上がっています。9月までは1/6.5だったところが1/8.5になっています。従業員数が少ない会社さんであればそんなに大した負担額ではないかもしれないんですけれども、従業員規模が大きくなればなるほど、この会社負担額っていうのは非常に大きくなってきますので、資金繰りという面でもですね、注意していただければと思います。それではこのようにですね、段階的に分けて保険料が上がるっていうケース、結構珍しいと思います。このような時に年度更新において保険料の算定っていうのはどのようにすればいいのか、こちらはですね、厚生労働省の Q&A がありますので、こちらご紹介しようと思います。こちら出典はですね、概要欄にリンク貼っておきますので、ご確認いただければと思います。今回の動画は3月30日にですね、法律案が国会で成立したのを見て動画撮影してるんですけれども、この Q&A はですね、その前に作られたものですので、仮に法律案が修正なく成立した場合はどうなりますかっていうようなことで Q があります。仮にですね、法律案が修正なく成立して令和4年度の保険料率が決まった場合、保険料の申告納付はどのようにすればいいでしょうかっていうような Q ですね。これについてのアンサーが、令和4年度の概算保険料については、4月から9月までの概算保険料と10月から3月までの概算保険料、こちらを別々に計算して、その合計額をですね、申告納付していくことになるようです。よく考えれば当然なんですけれども、何かしらのソフトを入れている会社さんであればおそらく対応してくれると思うので、あまり意識せずできるんじゃないかなと思います。ただですね、まあ何も入れてなくてもう毎年電卓弾いてやってるよみたいなところであれば、結構注意してやらないといけないと思いますので、今年の年度更新ですね、概算保険料の計算するときにご確認いただければと思います。それでは今後も人事労務について分かりやすく解説していきますので、チャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。